こんにちは、アルチンチャンネルです。今回はまたドラえもんのキャプから5のでもパーツ、まあパート2を紹介したいと思います。はい、ラインナップはこれですね。で、前回はアルチンがこのゲラゲラの、はい、ドラえもんをゲットしました。かわいいでしょう。はい。で、今日はたまたまね、あるスーパーにいたら、このガチャガチャの、もあって、で、アリチはドラミが欲しかったんです。で、ちょっと、家族の中に、一番運勢がいい、その次男に、試してもらったんですけども、まあ、回してもらったんですけども、なんと、運が良かった。やったー、ドラミをゲットしましたよ。ほら、かわいいドラミだ。はい、そういうことで、ドラミを、じゃあ、早速、開けましょう。ね、本当に、次男に感謝します。もう、うん。はい、じゃあ、じゃじゃーん。お、かわいい。食べてる、ドラミ。じゃじゃーん。お、これがね、残念ながらね、白黒です。はい、今回はアリチンゲットしたのは、はい、ドラミのもぐもぐです。はい、パーツは、はい、ドラミの耳と体だけでシンプルです。はい、じゃあではちょっと組みます。はい、部品は4つあります。まず頭です。で、胴体、あとドラミのリボン、あとこれ食べる、多分ね、メロンパンですね。はい、じゃあ組みますね。まずここにつけます。はい、ほらドラミかわいいですね。あと体と頭をつけます。これですね。はいよ。はい、あともうちょっと。はい、あと最後にメロンパンです。これ手にところに入れて、で、はい、できました。かわいいね、ドラミちゃんです。もくもく食べてます。あ、食べた。お、いいね。はい、あ、ドラえもんとドラミでかわいいですね。以上です、アリキンちゃん。あ、これは後ろはもう、あ、ちゃんと細かいですね。いいですね、これかわいい。はい、よかった、アリチンコレクションのドラえもんが、ドラミが壊れます。以上です、アリチンチャンネルでした。今回はドラえもんのキャップカラーの、ドラミでした。はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。